皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2024年第1回レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報や製品化される可能性がどのぐらいあるかなどを分かりやすく説明します。今回のレビューは進出作品が多いためいくつかの動画に分けて紹介しますので、ぜひ全部ご覧ください。隣のトトロ。スタジオジブリの名作隣のトトロのキャラクターと風景をレゴブロックで作った作品です。小トトロ、中トトロ、メイとサツキ、トトロなど作中に登場するキャラクターがミニフィギュアとビルド式フィギュアで付属しています。最も大きく印象的なネコバスはブラウン系のパーツで再現。作中のネコバスはもう少し黄色っぽかったと思います。屋根は取り外し可能で中にはシートがあります。尻尾のモフモフ感がもう少し欲しいところですね。製品化される可能性はどのぐらい？隣のトトロは2021年第1回にレゴアイデアコンペ常連デザイナーの作品が進出しています。その時の作品にもネコバスと主要登場人物のフィギュアが含まれていましたが、審査通過はなりませんでした。スタジオジブリのコンテンツがテーマの作品はこれまで何度かレゴアイデアレビューに進出していますが、審査通過は一度もありません。スタジオジブリのコンテンツをレゴブロックで製品化することがあるとしたら、レゴアイデアではなくレゴアイコンズなどから発売される可能性が高いと思います。今回も審査通過は難しいかもしれません。タワー型チェスセット。チェスセットをタワー型にまとめた作品です。タワーの周りにはチェス盤が巻いてあり、中にはチェスの駒が収納してあります。広げて駒を並べるとチェスをプレイできます。チェスの駒は白と黒、そしてゴールドのアクセントで高級感のあるデザインです。製品化される可能性はどのぐらい？本作はコンパクトにまとめて収納できるとても便利なチェスセットです。飾っても見栄えが良さそうなので、チェス好きなら欲しい人も多いのではないでしょうか。ただしチェスはこれまでレゴブロック通常ラインナップで何度も製品化されているテーマなので、レゴアイデアから発売される可能性は低いと思います。ハンガリーの首都ブダペストにあるセーチェーニ鎖橋。ドナウ川を境に西岸のブダ地区と東岸のペスト地区に分かれたブダペストの交通の要衝で、1849年に完成した橋です。こちらは実際のセーチェーニ鎖橋です。橋の両端に2つずつあるライオン像も再現。セーチェーニ鎖橋の建設を主導した人物で、橋の名前にもなったセーチェーニ伯爵のミニフィギュアが付属しています。製品化される可能性はどのぐらい？実在の橋をモデルにした作品はこれまでも何度かレゴアイデアレビューに進出していますが、審査通過は一度もありません。レゴアイデアではローカルネタは採用されにくいので、今回も審査通過は難しいかもしれません。ただしロンドンの電話ボックスが製品化されたり、これまでは採用されにくかった半券もの以外の建物作品が審査に通過するなど、トレンドに変化も見られるので合格する確率は 50-50 でしょうか。中世の養蜂場。中世の養蜂場の建物です。レゴアイデアコンペで中世といえば砦や城がテーマの作品が多いですが、本作は平和な雰囲気が漂う養蜂場です。たくさん飛び回るミツバチはミツバチタイルで表現しました。可愛いですね。カーブのかかった屋根も作者のこだわりのポイントです。巣箱の周りにもミツバチがたくさん飛んでいます。中世ヨーロッパではろうそくの原料となる蜜蝋を取るために養蜂業が盛んに行われていました。本作の屋内作業場でもろうそくを作っているようです。ユニークなデザインの屋根、ブリーフケースで作った家の基礎、煙突から出る煙も作者こだわりのポイントです。製品化される可能性はどのぐらい？中世がテーマの作品としては珍しく、兵士や騎士などが入っておらず、仲の良い家族の平和な雰囲気が漂っています。建物も中世もどちらもレゴアイデアでは審査に通過しにくいカテゴリーですが、いわゆる中世風のデザインとは若干異なるので、他のレゴブロック製品とも競合しにくい作品だと言えるかもしれません。審査通過に期待したいですね。ウィザードピーク。断崖絶壁の先に浮かぶお城です。ファンタジーらしさを思う存分表現した夢のある建物作品ですね。崖とは橋でつながっています。強度は問題ないのでしょうか。
崖の中の鉱山では火事が得意なドワーフたちが採掘をしています。透明パーツで表現した打ち寄せる波とミニサイズの帆船も見事ですね。製品化される可能性はどのぐらい？本作はユーザーが自分で作品を拡張して独自の世界を作ってもらいたいとのことです。建物や帆船はハリーポッターに出てきそうな雰囲気ですが、作者によると屋根はロード・オブ・ザ・リングのガンダルフの帽子を意識しています。自分で拡張して楽しむというコンセプトはとてもユニークで面白いですが、単発の製品として売り出すにはやや難易度が高い気もします。デザインもハリーポッターシリーズに似ていますので、審査に通過するのは難しいかもしれません。機動戦士ガンダム。アニメ機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツのガンダム、ビームライフルと盾を装備しています。機体のモデルはアムロ・レイが乗る RX78-2、背中にはビームサーベルもあります。関節を動かしてポーズを決めることもできます。このポーズは第1話で初めてガンダムに乗ったアムロが逃げるザクの胴体を真っ二つにしたシーンだと思われます。背中から見たところ、ビームライフルを撃つ姿もガンダムらしいですね。製品化される可能性はどのぐらい？ガンダム関連の作品がレゴアイデア製品化レビューに進出したのはおそらく今回が初めてです。レゴアイデアのロボットアニメ作品といえば2018年にボルトロンが製品化されました。ボルトロンは作中と同じようにライオンのロボットが合体して大きなロボットになる仕組みでした。ガンダムは少なくとも日本では大人気のコンテンツで、ロボットはレゴブロックでも人気のカテゴリーなので、ぜひ製品化に期待したいですね。もし製品化するならアムロレイのミニフィギュアもつけてほしいです。この動画公開時現在、本作のモデルになった初代機動戦士ガンダムなどガンダムシリーズ作品多数、Amazon プライムビデオで見放題配信中です。プライムビデオのガンダム一覧へはこの動画の概要欄から行けますので、ガンダムシリーズをよく知らない人はぜひ一度見てみましょう。ギリシャの休日。写真などでおなじみの白い家が立ち並ぶギリシャの美しい風景の家の建物を再現した作品です。壁一面のブーゲンビリアのピンクの花は作者のこだわりのポイントです。同じく特に力を入れたという石の床は白い線が入った複雑でユニークなデザインですね。青もギリシャの建物の特徴です。暖かい休日に外で飲むワインはさぞ美味しいでしょう。ギリシャの建物はなぜ白い？地中海沿岸地域では土に石灰が多く含まれており、安価で入手することができたため壁の素材として使われてきました。日差しの影響で屋内が高温になることを防ぐ効果もあります。ギリシャの石灰の壁は日本の漆喰に相当する素材で、殺菌作用や防カビ性能にも優れています。雨の少ないギリシャの地中海沿岸地域で雨水を飲み水などの生活用水として使用する際にも効果がありました。屋根が青い理由は調べても分かりませんでした。地中海沿岸では赤い屋根が一般的ですので、おそらく青い屋根は海のイメージに合わせた一部地域での特徴ではないでしょうか。機能的な理由もあるかもしれませんが、気になる人は各自で調べましょう。建物内にはバスルームなど部屋も作り込まれています。家の裏にはヤギや羊、鶏を飼育するためのスペースもあります。これは実際のギリシャでも一般的なのでしょうか。製品化される可能性はどのぐらい？レゴアイデアではローカルネタも建物も審査に通過しにくいカテゴリーです。しかし白い家が立ち並ぶギリシャの風景はとても美しいので、ぜひ製品化に期待したいです。コララインとボタンの魔女、ピンクパレスアパート。2009年公開のファンタジーアニメ映画コララインとボタンの魔女の主人公コララインの一家が住むことになった築150年のピンクパレスアパートです。別の世界への入り口を見つけたコラライン。建物の中には作中の印象的なシーンが再現されています。コララインと登場人物のミニフィギュア。製品化される可能性はどのぐらい？コララインのピンクパレスアパートは別のデザイナーの作品がこれまで何度かレビューに進出したことがあります。現時点でまだ審査中の作品もありますが、今のところ合格は一度もありません。コララインとボタンの魔女は現在はそれほど話題性が高い作品ではないことと、若干ポジションが近いフォーカスポーカスの魔女の屋敷が製品化されたばかりなので、審査に通過する可能性は高くはないと思います。
クラゲ型潜水艦、白化しつつあるサンゴ礁とそれを食い止めるプロジェクトチームが乗るクラゲ型の潜水艦です。シュモクザメやエイ、ウミガメなど動物も多めに含まれています。潜水艦の足と魚やサンゴには蓄光パーツが使われています。明るくなりすぎないので夜の海の任務遂行にもちょうど良さそうですね。サンゴ礁から潜水艦を取り外すと、中には宝箱を守っているように座る骸骨がいます。伝説の海賊でしょうか。潜水艦はクラゲの頭の部分が操縦席になっています。研究と調査用の機器類、水槽も装備しています。未来的でかっこいいですね。白化したサンゴ礁に植樹するダイバーたち、このようなサンゴの植樹は実際の海でも積極的に行われています。潜水艦の根元のサンゴ礁の白化したサンゴと健康なサンゴの比較です。製品化される可能性はどのぐらい？未来的なクラゲ型の潜水艦はとてもかっこいいですね。 SF 心を刺激するデザインです。海好きとしてもサンゴ礁の保護には興味がありますので、審査通過に期待したいです。メインインブラックのジェットカー、トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスのダブル主演で大ヒットした1997年公開の SF 映画メインインブラックに登場する車です。ジェットカーはトミー・リー・ジョーンズが演じるエージェント K が乗っている車で、車種は1987年型フォード LTD クラウン・ビクトリアです。作中では混雑したトンネルをいち早く通り抜けるために、普段は決して押してはならない緊急用の赤いボタンを押してジェットカーに変形。本作でも組み替えなしで通常モードからジェットモードへの変形を再現しています。このジェットエンジンで天井を走っていち早くトンネルを抜けました。製品化される可能性はどのぐらい？作者はメインインブラックの大ファンで、子供の頃 VHS で数えきれないほど同作を見たとのことです。実在する車種はレゴアイデアでは採用されにくいカテゴリーですが、映画の車は過去にデロリアンとゴーストバスターズのエクト1が発売されています。エクト1は1959年型キャデラックの改造車です。本作のフォードは角張ったデザインが非常にアメ車らしくてかっこいいです。レーシングカーやスーパーカーではないので、レゴアイコンズやレゴスピードチャンピオンズ、レゴテクニックなどの通常ラインナップでは採用されにくい車種だと思います。映画枠としてぜひ製品化してほしいですね。メインインブラックはこの動画公開時現在 Amazon プライムビデオで見放題配信中です。トンネル爆走シーンを見たい人は今すぐチェックしましょう。プラハのダンシングハウス、チェコ共和国の首都プラハにあるダンシングハウスと呼ばれるビルです。男女が踊っているように見えることからその名がつきました。往年のミュージカル映画ダンサージンジャー・ロジャースとフレッド・アステアにちなんでジンジャー&フレッドという愛称でも呼ばれています。円形の塔は各フロアの壁をスライドして開放できます。四角い建物は最上階が引き出しのように開きます。中には事務デスクや会議室、トイレ、キッチン、ダイニングルームなどがある多目的ルームのようなフロアになっています。一般に公開されているダンシングハウスの写真ではあまり写ることがない複雑な屋根も作り込んであります。 Google ストリートビューで実際のダンシングハウスを見ることができます。確かに踊っているように見えますね。気になる人はいろんな角度から見てみてください。製品化される可能性はどのぐらい？男女が踊っているように見えるという非常にユニークな建物なので、ぜひ製品化に期待したいですが、実在のビルはレゴアーキテクチャーで扱うカテゴリーなのと、ローカルネタはレゴアイデアでは採用されにくいので、審査通過は難しいと思います。ただし、レゴアーキテクチャーも、最近は歴史的建造物を扱った大型セット中心の商品展開で、近代的なビルはあまり製品化しなくなりましたので、本作にもチャンスはあるかもしれません。ファインディングにも、ピクサーの人気アニメ映画ファインディングニモのニモの学校の仲間たちの作品です。サンゴ礁のジオラマもついています。キャラクターは隠れクマノミのニモ、タツノオトシゴのシェルドン、フエヤッコダイのタット、タコのパール、マダラトビエイのエイ先生です。製品化される可能性はどのぐらい？ファインディングニモは人気作ですが、おそらく単体ではレゴブロックで製品化されたことはありません。ただし2023年6月に発売されたディズニーキャラクターが複数入ったセットにニモが採用されています。エイは大型で迫力のある生き物ですが、レゴブロックでは小さいフィギュアとして付属するのが一般的です。この大型のエイに興味があるので、ぜひ製品化してほしいです。ヴィンテージレコードプレーヤー、
手動でレコードを再生する機器、蓄音機の作品です。小さい蓄音機とレコードを聴くおばあさんのミニフィギュアも付属しています。蓄音機本体の装飾もヴィンテージなデザインですね。ハンドルを回すとレコードが回る仕組みです。ハンドルにつながるレコードを回すためのギアとシャフト部分です。レコードを読み取るための針も作られています。製品化される可能性はどのぐらい？レゴアイデアのプロダクトデザインといえば、最近ポラロイドカメラが製品化されました。ポラロイドも最近の機種ではありませんでしたが、蓄音機はさらに年代が古いです。ユニークなプロダクトですが、馴染みのある人も少ないと思いますので、審査通過は難しいのではないでしょうか。キャナルハウスボート、運河を進む喫水の浅いハウスボートです。尖った船首が本物の船のようでかっこいいですね。ハウスボートという名の通り、船内にはくつろげるソファーとベッド、キッチン、バスルームがあります。船の後方は操舵室になっています。キッチンには調理道具、チーズとクッキーがありますね。参考情報、ハウスボートは日本ではあまり馴染みがありませんが、ウィキペディアによると、アムステルダム、ロンドン、パリ、北米などでは家として使われているとのことです。運河は海に比べると波が少ないでしょうから、意外と快適に過ごせるのかもしれませんね。ウィキペディアの写真を見ると、こちらのように見た目は船ではなく地上にある建物にしか見えないハウスボートもあります。船首には実際の船のように巻き取り式で動く錨、操舵室の下にはエンジンも取り付けられています。製品化される可能性はどのぐらい？ハウスボートは通常ラインナップでもレゴクリエイターやレゴフレンズなどから過去に発売されたことがありますので、レゴアイデアで採用される可能性は高くないと思います。ですが、とても可愛い船なので、ぜひ審査通過に期待したいです。ハイランド牛、スコットランドの北端ハイランド地方原産の牛、ハイランド牛の作品です。こちらが実際のハイランド牛です。寒冷地に住む品種のため毛が長いですね。鋭い角もかっこいいです。横から見るとモフモフ感も見事に再現されています。机の上に置いたらほぼペットです。かわいいですね。製品化される可能性はどのぐらい？動物は最近レゴブロックでも積極的に商品展開しているジャンルなのと、最近猫の製品化が決定していますので、審査通過は難しい気もします。ですが、非常に愛嬌のある表情でモフモフ感が最高なので、製品化に期待したいです。スクービードゥレイブンウッドマンション、1969年から放送されているアメリカの長寿アニメ、スクービードゥに登場するレイブンウッドマンションという屋敷です。主人公で犬のスクービードゥとミステリー社メンバーのミニフィギュアも付属しています。お化け屋敷風の建物で、塔の先端まで高さ59センチ、建物内部も部屋が細かく作り込まれています。各所に落ちたり隠れたりする仕掛けがあります。製品化される可能性はどのぐらい？スクービードゥ関連作品は、作中に登場するワゴン車が過去に2度レビューに進出したことがありますが、結果はどちらも不合格でした。2016年にはレゴスクービードゥの映画スクービードゥモンスターズハリウッドがリリースされ、レゴブロック商品もいくつか発売されました。スクービードゥは今でも放送が続いている人気作品で、レゴブロックもしばらく発売されていないので、その点では審査に有利でしょう。しかし今回の作品はどちらかというと建物作品で、スクービードゥ要素が少ないと思いますので、審査通過は簡単ではないでしょう。8シーズン放送されているイギリスの料理コンテスト番組、ブリティッシュベイクオフの作品です。オーディションで選考されたベーカーと呼ばれる料理人たちが、テーマに沿って10週にわたり料理を競います。参加者が料理をするキッチンスペースには、所狭しと調理器具が並んでいますね。番組 MC のノエル・フィールディングが料理中の参加者にインタビューをしています。緊張の審査シーン。製品化される可能性はどのぐらい？レゴアイデアではテレビ番組がテーマの製品も過去に発売されていますが、採用されたのはビッグバンセオリー、フレンズ、サインフェルドなどドラマが中心です。リアリティ番組は2021年にレゴアイデアではなく、レゴアイコンズからクイアアイが製品化されています。ブリティッシュベイクオフが現在どの程度人気があるのか正直わかりませんが、これまであまりないタイプの作品なので審査通過もあるかもしれません。ブリティッシュベイクオフは2022年にアマゾンプライムビデオで、
ベイクオフジャパンというタイトルで日本版も制作されています。オリジナルのイギリス版と日本版両方とも現在 Amazon プライムビデオで見放題配信中です。この動画の概要欄からプライムビデオの番組一覧ページに行くことができますので、興味のある人はぜひ一度見てみましょう。パイオニア CDJ2000 ネクサス、パイオニア DJ のデジタル DJ プレイヤーです。 CDJ2000 ネクサスマルチプレイヤーは2012年に発売されたモデルで、 Wi-Fi や USB 接続で iPhone や iPad、 音楽ファイル、CD を使っての DJ プレイが可能です。 CDJ シリーズは旧モデルや後継機も合わせて世界中の DJ から絶大な支持を受けている業界の事実上の標準機です。現行機種は CDJ3000 になります。レコードを詰め込んだ段ボールをカートで引きながら六本木あたりを歩いている DJ は今はもういないのでしょうか。本作でも USB 挿入口や液晶パネル、レコードのような丸いジョグダイヤル、各種スイッチを再現、各パーツは実際に動かすことができます。製品化される可能性はどのぐらい？小型のプロダクトデザインはレゴブロックでは主にレゴアイデアで扱われるカテゴリーで、 DJ プレイヤーはこれまでのエントリー作品でも見たことがありません。欧米はパーティーが好きな人が多い印象なので、レゴアイデア審査チームにもこのような機器が好きな人もいるかもしれません。ぜひ製品化に期待したいです。もし製品化するならスマホと連動してプレイできたらすごいですが、そこまでは難しいでしょう。せめてサウンドブロックで動きに合わせてスクラッチ音が鳴ればかなり DJ 気分が味わえること間違いありません。 DJ ごっこをして遊んだら楽しそうですね。ソニーウォークマン。1980年代に発売された懐かしの音楽プレイヤー、ソニーウォークマン WM22 の作品です。カセットテープ2個とヘッドホンも付属しています。ウォークマン WM22 の参考情報も紹介します。 WM22 はウィキペディアのウォークマン製品一覧にも記載がなく、日本語の情報がほとんどありません。ウォークマンランドという海外のポータブルオーディオプレイヤーのデータベースサイトによると、1984年に少なくともイギリスで発売されていますが、日本国内では未発売、もしくは異なる型番が使用されているモデルだと思われます。ウォークマンランドでは本作と同じ赤い WM22 の実物の画像を見ることができます。実際のウォークマンと同じように蓋を開けてカセットテープを入れることができます。最近はストリーミングが主流なので、音楽を聴くためにカセットやディスクを入れることはほぼしなくなりましたね。カセットテープは他の色にアレンジできます。製品化される可能性はどのぐらい？ソニーウォークマン WM22 は2022年第2回レビューにも別のデザイナーの作品が進出しましたが、結果は不合格でした。最近はレゴアイデアのポラロイドカメラやレゴクリエイターのカメラなど、機械系のプロダクトデザインが製品化されています。ポラロイドカメラは写真が飛び出す動きがありましたが、ウォークマンはレゴブロックで製品化しても実際にヘッドホンから音楽を聴くことができないのが審査に不利かもしれません。カセットの出し入れという懐かしい作業を体験することはできますけどね。ですがウォークマンは音楽プレイヤーの歴史を変えた伝説的なプロダクトですので、製品化したら話題になりそうです。審査通過に期待したいです。古代エジプトの神殿、トート、オシリス、アヌビスなどで装飾されている古代エジプトの神殿です。特定の神殿を再現しているわけではなく、古代エジプトの神殿の一般的な門の特徴を捉えた作品です。本作は厳密には神殿全体ではなくパイロン、日本語では塔門と呼ばれる神殿の門です。パイロンは2つの塔と中央の門で構成される古代エジプトの神殿で一般的な建造物です。ウィキペディアによると、パイロンは2つの丘の間を太陽が昇って沈む様子を表すヒエログリフのアケトを模して建てられています。塔の中には玉座、遺体をミイラ化する部屋、副葬品保管室があります。墓荒らし、チャリオットの戦士、傭兵、司祭、女王とファラオなど古代エジプトに暮らす人々のミニフィギュアも付属しています。こちらは戦闘用のチャリオットですね。製品化される可能性はどのぐらい？古代エジプトは過去にレゴアーキテクチャーでピラミッドが発売、その他にはレゴインディージョーンズで近い製品が発売されています。レゴアイデアコンペでは古代エジプトのファラオ、ラムセス2世のアブシンベル大神殿が2023年第3回レビューに進出しています。アブシンベル大神殿はまだ審査中ですが、レゴアイデアから古代エジプト関連作品が製品化されることはしばらくないようにも思えます。
レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介は以上で終了です。今回のレビューのエントリー期間は4月末まで続きますので、追加があればまた動画で紹介します。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介はスタッツ公式サイトで最速で更新していますので、動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへはこの動画の概要欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。